お疲れ様です倉です長倉す今日はですねこの最近ね、ね原田翔太さんと出したネットビジネス全紙、ちょっとこれちゃんと映ってるか分かんないですけども、このネットビジネス全紙の中でもですね最初にすべての始まるはピンク本と書いてある通りですねやはりこのネットビジネス含め、このオンライン上でですね個人が情報発信していくっていう部分で欠かせないこのあピンク本というのは、これですねあなたの会社が90日で儲かる、こちらの本を編集した中西洋さんに。 いろいろお話を聞きたいなというふうに思います。中西さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ま本当にね、あのこれが1999年12月発売というふうになってまして、まあ、僕は実はその2002年2月にフォ、えー、レスト出版に入社させてもらって、まあ、そこから中西さんにですね、本当にいろいろ教えてもらって、本当に中西さんのおかげで今があると。 いう状況なんですけれどもああのー、まあ、その話はねまあいろんなところでしてたんで今日はどっちかっていうとこのあなたの会社が90日で儲かるまあこの本の中にこのねネットビジネス電子でも書いてあったんですけどもここからいろんなものが変わっていったという話をがあったので、まあ、この辺についてお話を聞きたいんですがなんかその僕が思うのはやっぱりこうまあ、それもこの本の中にも書いてあったんですけど原田さんも言ってたんですけどもやっぱり。 この,以前この本が出る以前というのはなんか本当に偉い人世の中的に偉い人しか情報発信ができなかった時代だったんじゃないかなと思うんですけどもこの本が出た後のこの前後の変化というのは中西さん当時見てたと思うんですけどなんかありましたそうだねだからあのフォレスト出版、はい、出版社自体がもう本当にその考え方を変えたというか、はい、まあだからそういう意味で言うとあの僕はその出版社にも恵まれたし。はい あの著者にも恵まれたっていうところはあるんだけども、はい、以前は本当になんだろうなビジネス書ってそれ難しいもので、ねはいまあ、言ってみれば一流企業の人が勉強のために読むっていうんだけどそれを何だろうな明日から使えるその中小企業の普通の人のために、えー、出していこうっていうふうに決めたののきっかけになったのがこの本そうですね。ややっっっぱぱりこここのの本本がすごいなとと思ったのはやっぱりこれをを読んだ人が本を書こうと えー、さらに思ったた人が増えたというのがなんかすごい話だなと思ってて、うん、それまでは本当にもう経歴とかちゃんとしてないやつ以外は本を出せない本を書く資格みたいなものって、ね、もう MBA 取ってるとか神田、うん、さんは取ってますけどその普通 MBA 取ってるとか大企業の社長だったりとか,、うん、なんかそういう人以外は書けないという時代がなんか誰でもよくないみたいな。 だから本当に僕はパンクだなといううに思っててだからそ,それができるようになったとでその延長線上で今の個人の情報発信があると思うんですよね。だからこの本の中で、ね、原田さんも言ってた通りでこれがあって、まあ、カジュアルダウンしたと、うん、要するに今までその誰もすごい人しか書けなかったものが普通の人っていうかまで本を出せるようになる。うん でさらにインターネット、SNS が発達していく中で本当に今、誰もが情報発信できるようになってきたと、うん、本当だよね、えー、それ考えられないようなことが起きていると、うん、でその中でなんか僕が改めて思うのはその文章力というか、うん、え文章の書き方だから今の人たちって下手すると、うん、まあこれがいいか悪いかは別としてね SNS しか見てなくて、うん、それで SNS の投稿をしていると。うんうんうん じゃなくてちゃんとなんか文章の書き方とかその基本を学んでどうやったら人に伝わる文章になるのかさらにどうやったらまあこのエモーショナルマーケティングって書いてありますけどあエモーショナル感情マーケティングかえって書いてありますけどそのどうやったらこう人がえこう読みたくなるような文章を書くのかっていうのをなんか本当に改めてみんなそうだねもったいないもったいないというか書けたらあのいいのになっていうのはあるのはなぜかっていうとやっぱり。 本を出すのってまだやっぱりハードルがあってさ出版社から本を出すのってそれはえっと企画書を書いてえっと企画書を作ってえそれを出版社に持ち込んでそれをえ企画会議にかけてもらってでそれが通ったらば本が出せますよとかね例えばあるいは原稿を書いてそれを出版社に持ってってこれはいいですね本にしましょうって言われるとかさそういうふうなそのハードルっていうのはやっぱり商業出版はまだあるんだけども。 でも実際、あの、ネットでね、あの情報発信するときって、もう、もっとちょっと kindle とかでは。書いたらさ。出るんだよ。うん。だよね。出してる。はいはい。っぱい。で、書いたら、それ、それが、もう、要するに、ものを書いたっていうことが。本を出す資格、みたいにな、れるわけじゃない。っていうことは、書ける力があれば。イコール、すなわち、もう、それは本出せるっていうさ。ことになるからね。で、そこには、肩書きはいらないし。 えー、企画書はいらないし、えー、ということがあるいはもう会議もいらないし企画会議もいらないし自分で出そうと思えばいくらでも本が出せるっていうそういう時代だよね信じられないけどねいやもう本当にすごい時代だなと思っててだからその中でなんか僕は特に、えー、最近改めてコンテンツビジネスの可能性っていうのをすごく感じててでその中でその、まあ、もちろん電子書籍を出そうとか、えー、情報発信しようとかも全部いって。 伝えてるし、まあ、音声コンテンツを出そうとか、えー、それこそ、えー、まあ動画プログラムを作ろうとか、まあ、いろんなことをこうみんなに提案をしていて、まあ、それを全部やった方がいいと思うんですけどでもその基本になるのはやっぱ文章力だなと思っててで、まあ、アドリブでやる人もいますけど基本的にアドリブでガンガンいける人って超少ないんである程度やっぱりその型という,か、ね、そう,そうコンテンツを作ろうと思ったら文章テキストをまあ読むぐらいな。 え漢字台本をちゃんと作るぐらいなえイメージが必要だなと思っててそうするとやっぱり結局文章力がある人しかまあ最終的にコンテンツビジネスっていうところではまあ最終的なこうアウトプットが音声かもしれないし動画かもしれないけれどもやっぱり最初はテキストベースのえー力ってやっぱすげえ必要だなっていう,う,思うよね。だ,だから文章力っていうかそういうのってなんかある,あ,るある意味センスっていう部分もあるけどもセンスじゃなくて今度テクニックっていうさ なんか知識というか、ね、そのやり方というのと,、うん、えとそっちの部分というのもあるということをなんか知っってもらいたいたです、ねうん、でやっぱり神田さんのこの本がすごかったのはそそそ型があったと誰もがこの型通りにやったら OK みたいな、うん、でその型というのはもうあらゆるものであるわけじゃないですか、うん、文章といったときにでやっぱりこの神田さんの本もそうですしなんか僕らがずっとその出版社時代やってたこととか、まあ、出版社辞めた後にやってたこととかも含めてなんですけどやっぱりこのじゃ メルマガだったらじゃあ件名というかねタイトルの付け方それ,それで本当に反応率が全然変わるわけじゃないですかそういうのだったりとかまあ本だったらもちろんタイトルだしえあとブログだったりのノートだったらそれもタイトルだったりとか見出しをどう作るかとかそのどういう言葉を選ぶのかとかっていうのもすごく重要だし最近だとキャンバっていうのが出てきてもう本当にもうイラストレーターとかフォトショップとかなくてもそのヘッダー画像とかが誰もが簡単に作れる時代になったとでそうすると例えばじゃあフォントを何にするのかとか どれだけ洋白を作るののかかとかっていうのが結構重要でなんかそこら辺もやっぱりこうライティングの中に入ってきてるなと思ってて見せ方っていうか,うだ,、ねだ,かうん、だから本作りっていうかさ本を出すっていうことのあり方がもう根本的に変わってるよねだ、うん、から本を出す時ってそのやっぱりいろんな人も関わってさデザイナーもいるしで出版社があってそれでもちろん印刷所があってってさ、うん、でもそれがもう もちろんそれは素晴らしい世界なんだけどもでもその情報発信ということで言うと一、えっと、人でもそれができるっていうさそれはなんかすごいいい時代なのかなとは思いますよ、ねうん、いや本当にだかからなんかねミュージシャンとはた家で録音してそれを配信してそれだけで食えちゃうみたいな話なわけじゃないですかでそれが今本当にも誰もが気楽にできる。あの本当にねもう みね、これ見てる人は信じられないかもしれないですけど15年前とかで個人で例えばクレジットカード決済なんか絶対できなかったですからねペイパルとかが出てくるまではうん、うん、っていうぐらいその今って本当にねあの全く違う状況情報発信という意味でその中でやっぱり僕は改めてちゃんと文章を書く。で、えー、まあ エモい文章を書く、どういうふうに見せるのか。例えば、じゃあ、えー、文章だって、えー、例えば、じゃ、ブログに書く場合、ノートに書く場合も違うし、メルマガに書く場合も違うし。うん、あとは、S. N. S. に投稿する場合も、僕は違うと思うし。うん、あとは、まあ、もっと言うと。まあ、タイトルの付け方とかも、さっきから言うんね、うん、んかそういうのとかも、全然、あの、変わってきてる。うっていうふうに思うんですよね。だから、それを。あとは、だかそのインタビューをどうやって、えー、文字に、す、あの、起こすのかとか。うんうん あとは対談をどうやってまとめるのかとかうん、うん、で僕なんか今特にこう音声でつ撮ったものを、えー、若い子たちにこうテープを起こしさせてなんかそれをちゃんとした文章にするみたいなことを、うんあのー、お願いするんですけどやっぱそこってやっぱ結構テクニックがいるなと思ってて中西さんとかその結構そのインタビューからその本にするとかっていうのを結構や,、ね、やられてると思うんですけど、うん、リライトもそうすしはい、はい、やっぱりそこは何ていうかな勘どころっていうのは。はい あのもちろんありますね、まあ、ここで今一言では言えないんだけどもなんかその辺のね型だったりとか、えー、パターンのだったりとかっていうのをなんか結構あの多くの人が知らないフレーズというかでそれを知った上であでやっぱコンテンツビジネスに入るのと入んないの全然違うなと思ってまして今特に僕結構テキストで重要だなと思ってまして、まあ、これとかもそうなんですけど、まあ、例えば動画だったりとか音声とかでこれ撮ってますけどやっぱ僕とかや もそうだしやっぱり一番その情報を捉えるのが早いのって多分テキストじゃないですか読む方が早いじゃないですか、うん、そのオーディオブックって超長いじゃないですか、うん、でも読む方が早いんでだから時間がない人たちが今多いのでそうするとやっぱりテキストも重要だなと思ってて今は結構動画を撮っても 動画も撮るしそれを音声にも流すけどちゃんとテキストも流すようにしてるんですよね、うん、もしくはそれを要約して流したりとかもしてるんですよ、うん、その見る時間がない人向けにぐらいなことって今後必要だなと思ってるので、うん、まあそういった意味で是非ですねみんなその書き方、うん、えとかをですね、えー、学んでもらいたいなというふうに思ってまして、まあ、それで今回ですね、えー、中西さんに本当にこの教材さえこのプログラムさえ受ければもう どんなことでも書けるというものをですね, <laughs> すですねその方から含めて教えてもらってで僕としてはそれをどうやってビジネスにつなげるのかうん、うん、その文章を書くことによって、ね、本当に今あの実は本当にさっき、ね、中西さんとも話したんですけど、うん、そのライター不足っていうのが結構あって、うん、本当に書ける人を求められてるんですよね。書ける人を求められれてるってっいいいのは確かかそそ通りです <laughs> なんか適当に書くやつぱもが結構なんか、うん みんな散、ね、々そういう人に仕事を振って痛い目に遭ってるんでちゃんとかける人を探してるっていうのが、まあ、出版業界もそうだし今企業もメディアをどんどん作ってるので,で僕自身もねそういう人も探してるんでっていう意味であの今回ですね、えー、各プロである中西さんに、えー、そういったね講座をやってもらおうというふうに思ってます。ということで中西さん今日はどうもありがとうございました。